はーい、クミンです。今日はですね、自宅にある私の趣味のルームなんですけど、エステルームにいます。そしてここにいるのがリーモンパパです。顔出し NG だそうで。で、実はですね、リーモンパパの手荒れがすごくって、これはハンドリフレをして差し上げましょうということで、ハンドリフレをご覧いただきたいと思います。で、ね、いつもこの部屋にはですね、あんこたちいないんですけど、ちょっと騒いじゃって、母親が騒いじゃって、ちょっと今日はね、見てなきゃいけないので、ちょっとここにいます。はい。で、今ですね、コロナということで、ハンドリフレをお休みしているんですね。で、あ、エミちゃんそこにいるの？うん。それで、あら、これこれ、もう一匹ココナさんが、うろうろ。それで、今ですね、お休みしているのが、はい、このローパックハンドの、見えるかな？このハンドのローパック。これね、ローズの香りを選んでるんですけれども、はい、これで温めて、なおかつ美容液が入っているので、ローで、温め、パラフィンをしながら、パラフィンパックをしながら、美容液を入れながら老廃物を出しましょうというものなんですが、今ね、ちょっとコロナでね、お休みしてるんですね。で、これをリーモンパパにやってあげようと。ちょっとパパそのままでいってくださいね。ちょっと消毒だけ。はい。リーモンパパこれ初めてだっけ？いや、やったことある気がするけど。はい、うん。じゃあね、こっちの手から入れていただいて、はい、この縁がね、ちょっと熱いので気をつけて、うん、3回ぐらいつけます。ここの手首まで。手を開いて。手を開いて、はい、はい、もう一回、はい、はい、もう一回、もうちょっと乾かしてから、はい、上で乾かしてから、はい、入れてください。私もローがすごい熱いね、高い、うん、うん、これね、今ね、55度、はい、上げてください、うん。これね、すぐね、そう、乾くんですよ。そう、これで垂れないの。そう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 。で、ビニールを見えます？はい、入れていただいて、これね、末端冷え性にもいいんですよ。で、これ入れていただいて、少し休んでいただくと。はい、じゃあ、あとこっち行きますね。はい、こっちの手もお願いします。同じように、縁がちょっと熱いんで気をつけて。はい、上げてください。で、ちょっと固まらして、で、もう一回入れてください。普通3回ぐらいでいいんですけど、はい、どうぞ。はい、もう一回お願いします。もうこのローね、1回使ったらもったいないんですけど、こんな時期でございますので。あ、ひび割れしちゃって痛そうだね。はい、もう一回お願いします。この際だからもうたくさん、これね、足にもできるの。はい、ちょっと出してください。いいですか？私もローがすごくない？で、これを入れて、見えますかね。で、手袋を、保温手袋をしていただく。はい、これで休んでいただく、はい、ということでございます。これがね、ローバッグで美容液が入ってるんです。ちょっと私取っちゃいますね。すぐね、固まってね、見て、私ですらこんなツヤツヤ、今ちょっとだけで、今これ保温してるので、体もポッポポッポしてくると思うんですよ。で、これはね、足つぼをやりながら、この手の、はい、パックもしたりとか、できることをね、いろいろやってたんですが、今ね、これ、お休みしてるんですよ。これも早くね、できるようになるといいんですけどね。うん。じゃあこれをこっちに、はい、今ちょっとワンダ君が寝ててくれてるので、今のうちということでね、
ったかくて気持ちいいね。気持ちいいでしょう。もうこれだけでね、寝たくなっちゃうのよ。まあ、眠くなるね。ポカ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 で、これね、あの夏の暑い時でも今ね、ボタニカルスチームをね、休んでるんですよ。あのお鍋に薬草とかハーブとかあの沸かして、でこう椅子があるんですけど、真ん中空いてて、でマントを着て、その中がもうサウナ状態ですね。薬草のサウナ状態、これがね今できないでいるんですよね。だけどね、この手荒れがね、ミーマンパパすごいんですよ。すごい毎日手ばっかり洗ってるんでしょ。そうね、うん、そう、これでね5分10分こう足つぼをねやりながら、うん、あのリーマンパパの足つぼもやってください、あげてくださいっていうねリクエストいただいたんですけど、また別にリーマンパパの足裏ね硬いんですよ。あ、そう。そう、でもねだいぶね柔らかくなって、かなりね、うん、うん、あの何度もやってるのでね、うん、でこのね、あのフェイス用のあの今水分が、精製水が、まあ、見えるかな、精製水が入っていて、私もあのちょっと前の動画でね、自分のエステやるときにこのスチームをねやったんですけど、あの精製水がオゾンに変えてくれて、もう本当潤いでね、これ喉乾燥するじゃないですか、エアコンとか暖房とか、でその時もフェイスやり入れながらもうね、あの喉を潤してくれるっていうことでね、もうリーマンパパにそんな感じ。だいぶあったかいでしょ。あったかいね、うん、パパあったかいってね、え、うん、この部屋なかなか入れないけど、今日はね、ね、ちょっとね15分ぐらいね、パパとママいなくなっちゃうから、もうエミちゃん大騒ぎでハーハー星人になるからね。下降りる？下降りる？うん、あ、そこに変化してくる。今ここにいます。はい。痒くないですか？大丈夫？痒くない。痒くない。うん、よかった。でね、あの全身のあのマッサージオイルがちょっと切れてしまって、で今まですっごい気に入っていたものがもう仕入れられなくなっちゃったんですね。で今回ね、これローズ、これ業務用なんでこんな大きいんですけど、これを仕入れてみたんですよ。ちょっとパパがねこうやってる間に、ねえみちゃん、これローズだってどんな香りするんだろうね。これはすぐに開かないぞ。ハサミあったっけ。なかなか、なかなか最近はいろんなものが、え、これ開かない、開かないかもしれない。あっグッて穴が開きました。ちょっとパパごめんね。あ、同じ感じ、今のこのハンドのリフレのあのパラフィンパックと同じような感じ。ちょっとだけどんな匂いか。テクスチャーはねやっぱりね、使ってみて滑りやすいとか滑りにくいとか、あの足つぼなんかの場合は押しやすいとか、そういうのがちょっとあるので、もうテクスチャーっていうか、あの試してみないと、このなかなかね、お客様には、ただあのそのエステ業者さんから仕入れるので、あの肌に悪いものは、あー、ちょっとサラサラ系ですね、これはね、サラサラ系なので、そうだな、手のハンドマッサージにはいいかな。ちょっと香りどうだろう。あ、同じ、あの今パラフィンパックやってる、あ、でもパラフィンパックやったからローズの香りするのかな。なるほど、まあすっごいベタベタ感はないけれど、やっぱりちょっと拭き取った方がいい感じかな。でもあのカッサカサの手にはあのいいかもしれないですね。さあどうでしょうか、だいぶ温まりました。もうね、パパ、今パパ寝そうな感じね。えみちゃん目が閉じてきた、うん、一日もうあの何あの仕事の溶剤、私よく仕事わかんないんだけど、うん、色を作るのに手を洗って洗ってって感じの、
そう、手が汚れる。何回も手を洗って。あ、そのたびにクリーム塗ればいいのに。ね、置いといて。いつもなんかこうの業務用とか渡してるのに、そばにね。あとほら、この時期アルコール除菌もやるからね。ああ、そうかそうかそうか。うん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 。ね、男の人って意外に甘いんですよ、そういうのね、マメに。クリームね。でもね、私ね、あのリーマンパパとまだ結婚する前にお付き合いしていた時に一緒に電車に乗ってたんで、最初ね、あの移動の時にリーマンパパちょっとあの、うん、ペーパーで、私もペーパーでね、車もなかったんで、うん、そしたらね、あの一席だけ空いたんで、私その椅子にこう座らせてもらって、リーマンパパがここに立ってたので、ちょうど私の目線にはパパの手が見えるんですよ。そしたらね、爪の間がね、なんか黒くって、と思ってすごい引いちゃって、なんか爪の間汚れてるって、なんか引きません？もうちょっとね、あ、私ダメって、ちょっとダメかもしれないとか思って電車の中でね。そしたらね、仕事聞いてないから色を作るっていうね、その色を作る仕事なのね、うん、で、あの着替えても、向こう行って着替えて、帰りも着替えて、家帰ってきても着替えても、床とかね、白いとこがね、赤くなるね、赤を作っててね、うん、そう、家中に赤くなるんですよ。それ知らないで、その仕事の用のやつが、もう取れないやつが爪の中に入ってて、知らないから、もう、爪の汚してる人なんだと思って、すごい引いちゃって。でもね、仕事が分かってからはね、あの、うん、納得したんですけど、たまにね、やっぱりね、それでね、爪垢ではないんですよ。爪垢だと思ったんですよ。爪垢ではないんですよ。でね、今ここにね、ちょっと見えないんですけどね、皆さんにはなんかね、ボールペンだかマジックでね、文字が書いてあるんです。これいつもなんかいろんなもん書いてる、何なのこれ？これは、うん、あの時間を、うん、メモ代わりに手にメモに書けばいいのにね、手に書いてメモにして書いてくるからね、なんかね、なるほどね、はい。ということで、もうあのそういう手を使っても手がぐっさぐさになるっていうことで、いつも気にはなっていたんですけど、でいろんなね、そのあの薬品、薬局で売ってるようなものとか、お医者さんからもね、皮膚科でもらうようなものも渡してるんですけども、それでも追いつかないっていうことで、今日はね、ちょっとパラフィンパックをということで、はい。で、まあちょっと24時間ね、介護しててね、子供たちのワンクのね、お疲れなんで、今日、じゃあ今日はハンドマッサージをさせていただこうということで、はい。リーマンパパもね、ちょっとマスクしてもらってね、はい。じゃあもうそろそろ取っていきますね。はい。こっちから。でね、ちょっと開いてもらっていいですか、はい、うん、はい、力抜いてください。もうあとはもう私に任せていただいて、はい、力抜いていただいて、なかなかあのパパはあの体温が高いからスポッて、あ、そう、抜けたこれね、本当はね、あのこの中にね、いろんなね、角質とか全部入っていて、本当は手袋みたいになるんですけど見たくないですよね、これね、すいませんふふだって、もう手袋みたいに、そうそう、これだけで、実はもうあのカサカサがして、ちょっと待ってね、こっち取るからね、うん、触ってもらうと分かると思うけども、本当にね、何塗ってもカサカサだったんですよ。これね、相当保温性があって、スポッと抜けるので。どう？ちょっと自分で触ってみて。おー。しっとりでしょ？しっとりしてるね。そう、これ結構優れものなんですよ。ちょっと私もこれ、手消毒しながらね。はい。じゃあちょっとハンドマッサージをね、ちょっと消毒。行きますね。ちょっとね、ワンタ君が向こうでね、寝てるのでね、ちょっと長い時間はできないので、サクッとね、やらせてもらいますね。それでね、今ちょっとね、あのオイルを開けたので、せっかくもったいないので、ロースのオイルに、私の好きなちょっとこの琥珀、これすっごい、あ、ちょっと見えないか、琥珀オイル
ね、業者さんから仕入れるんですけど、この琥珀シリーズがね、いつもご紹介するんですけど、これはね、顔用のパックとマッサージ、もうゴールドにキンキラキンになるんですけど、このシリーズが大好きで、じゃあこのオイルをね、ちょっと入れながら、ほんとあの爪の真っ黒にはびっくりした、引きましたね、うん、皆様にはこっちの手のが、こっちの手のが分かりやすいか、はい、じゃあこれで、はい、そのままにしてください。見える見える、力抜いてくださいね。いいね、いいね、エステティシャンがいて、どう、あのローの、うん、ちょっとそっちもオイル染み込ましとくね、うん、うん、ロー手袋みたいに抜けたでしょ、うんうん、スポッて、うんうんうん、それなんか爽快感があるね。おー、なるほど、うん、えみちゃんね、ちょっと熱いかな、待ってね、もうちょっとで終わるね、もうちょっとで終わるね、ちょっとオイルしとくね、ここに置いといてね、うん、こっちのタオルに。であのね、エステではお客様お一人一人にもう全部タオルも交換して、で業者さんにあの洗濯をお願いして、であの高圧洗浄を、ね、していただいて、うん、はい、力抜いてください、うん、こういうところにね、壺があるんですけど、ね、ココナちゃん、今度ココナちゃんがダクダクで、今ねココナちゃんとエビちゃんがいるんですよでもね結構来るのでね、で手のひらとかも、であの手にも腕にもね反射区があるので、このね雑巾縛りは気持ちいいんですよ、これが、うん、どう、うん、えみさんちょっと待ってね、降りないで、ダブないからね、はい、じゃあ押していきます。このね足つぼ用の、椅子がなくって、これネイル用の椅子なんですよ、だからねここのところはね幅が広いんですよ、なのであのお客様のねこういう反射区もすごく押しやすくて、うん、どうですか、気持ちいいですね、うん、自信だ、ね、こういう指のところも、うん、本当にガサガサだもんね、うん、痛いでしょ、これだけガサガサだったら、そうね、いつもやってあげればいいんですけどね、いやいやそうは問屋が下ろしませんこれ後で請求書を出さないといけない高そうですね、じゃあ100万ぐらい、気持ち、うん、よかったです、寝そうになるね、いや、寝なきゃおかしい、いや、もうこれだけでももう染み込んじゃうもんね、オイルこんなに使ってもね、うん、オイルが染み込むっていうのはやっぱりそう、あの欲しいだけね染み込ませてあげるんだけど、うん、私はもう意外と顔なんかはねあのこういうの使ってるので、うん、まあ一回パタタパタってればもうあと吸い込まない状態なんだけど、これ何3回5回ぐらいやっても吸い込んじゃうのかな、もしかしたら、うーん、まあちょっと今ワンタ君が向こうで寝てるので、あ、エミちゃん大丈夫、ざっとだけど、まあこれね、あのなんだろう、今パラフィンバッグやって、このオイルをねやってるだけでも相当違う、これね毎日やった方がいいんでね本当は、
ねえ、男の人だからやんないんだよね、自分でね、うん、クリームなかなか塗らないもんね、うん、ベトベト感も嫌でしょ。あの男性でやっぱりね、オイルなしでって、あのこれから出かけたり仕事があるので、オイルなしであのデコルテとか肩周りとかっていうお客様もいらっしゃるのね。うん、あとヘッドスーパーで、ドライヘッドスーパーであのスーッとする整髪剤とかね、うん、うん、そういうのをねつける方とあの好まない方といるので、まあ慣れればね、うん、ぐーっとしてきます、ツボ。あんまりこんなに真剣にハンドをやったことなくて、でもね、うん、あの本当のリフレだと、もっと片手じっくりと揉みほぐしていくんですけど、今ね、うん、ちょっと今日は子供たちをちょうど寝かしつけなきゃいけない時間で。手のひらにもツボはいっぱいある。ある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 。ね。この中心どう？うん。あの入ってる感じですか、ね、あの本当はお客様と呼吸をねこう合わせながら、こうお客様が吸って吐いての呼吸に合わせてこういうのをしていくんだけど、うんうん、今日はちょっと短時間でね、うん、やろうっていうことで、あとねこういうところこういうしごきも、うん、こういうしごきも、ね、ちょっと手元はねご覧いただけないのでね、どう？気持ちいいね、うん、おここなっちゃう。ちょっともう終わるね。あのこのオイル染み込ませたらね、本当に吸い込んでいく、うん、私はもうほら溢れかえっているねえ、これちょっとやってくださいよ、自分でも。あの、ね、洗面台のとことかこういうの全部私用のが置いてあるのですから、うん、ねえ、ここにこんな風になる前に、そうね、うん、でも相当ね、これあの痒かったりするでしょ、痒いの取り越して今度は赤く痛くなったりとかするので、うん、ぜひぜひねやってください。じゃあこのぐらいにして、またゆっくりとね、はい、あんまりね肩こりとか頭痛の時はねヘッドスパもねやって差し上げることがございますけれども、うん、本当に請求書出さなきゃダメですねすいませんねいろいろすいませんね、うん、でもね、ちょっとあまりにもね、うん、痛そうで痒そうでもう見てられなくってちょっとお誘いいたしました、うん、ね、はい、はい、またちょっとゆっくりとね、やりましょう、うん、ねえ、みちゃん、えみちゃんもマッサージしてあげなきゃねね、ほら、まだ吸い込むね。じゃこれ最後の、もうコロナ禍もそうだけど、コロナ禍の前からこういう私たちスキンシップないんですよ、これね、エステだからみたいなまたまたと思うかもしれないですけどね、本当に不思議な夫婦よね、私たちってね、まあねまああの、あのなんだろう、良き友達でいてあげてくださいとお父さんとお母さんに言われたけど結婚するときに、そう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 、なんかね、良き仲間みたいな感じでいてください、いてあげてくださいとお父さんとお母さんに言われたことがある、うん、じゃあこれでちょっと一旦ね終了して、はい、で本当にね、もうこのコロナ禍ね、あのコミュニケーションがないでしょ、スキンシップもないでしょね、だからパパのこのハンドリフレとかね、うん、もうソーシャルディスタンスでこっから近くにパパに行かないからちょっと今日ね、あの換気してるのでフェイスシールドはしてないんですけど、うん、もう一日中ね窓開けてるよね、うちね、うん、換気はね、そう。じゃあ最後にね、あのあれですね、パワーをあの注入して終わりにしますねはい、いきます、
ました。ありがとうございます。ちょっと私タオル、あたたた、はい、こんな感じでねリフレをさせていただいて、まあね、ちょっとリーマンパパ顔出し NG とか言ってますけれど、モデルさんになってもらってトライヘッドスパとかね、ご紹介ができそうな気もします。箱崎社長所属プロダクションと箱崎カウンセラーと、社長にねお願いしなくてもね、なかなかねこの状況で仕事以外は本当に接触しないようにしているので、うん、ね、ちょっとねちょっと待ってね、同じタオルじゃないの、手の平だけこう拭いて、はい、こっちはちょっとねオイル少しね、うん、10分間ぐらいもう少しね拭かないで、うんうん、そう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 、置いといてください。はい、ねえ、なかなかこうスキンシップがねコロナ禍でできない状況ですけれども、うん、少しねホッとするようなねことがねできたらいいなと思っております。うん、もっとベトベトして気持ち悪いかなと思ったけど全然、あ、そうそう、しっとり系のベトベト系の、うん、オイルもいっぱいあるんだけど、私はテクスチャーするのは、まあ、琥珀は別として、まあ、染み込んでいくともうサラサラサラっていう感じにはなるので、うん、でもこのぐらいやっぱりいつもしっとりしっとり、でもこれでもね寝る前にまたやって、手洗ったらやってっていう感じにしないと、もうねアルコール消毒とかねもう追いつかないです。もう 手手指消毒、手の洗いね、またこれすごいココナがすごい状態ですごいところ乗り越えてきて、はい、ということでまたねちゃんとこうご紹介できたらいいなと思うんですが、今日はパパデイということで、はい、本当にねやってくださいよ、ちょっと自分でお願いしますよ、はい、ね、ほらこれですよ、これこれね、はい、ということでちょっとカメラ触る前に、よっこしょ、はい、そういうことでありがとうございました。それでまたねいろいろご紹介したいと思います。ありがとうございます。パパご挨拶ありますか？反省します。反省します。反省してください。それではありがとうございました。